OK Google、 アレクサって知ってる？アレクサですか？一度会ってみたいです。お天気の話とかで盛り上がりそうです。セットアップの準備ができました。アレクサアプリの手順に従ってセットアップを行ってください。アレクサ、こんにちは。こんにちは。アレクサって名前、聞いてみな。アレクサ、テレビつけて。すみません、テレビが見つかりません。アレクサ、Google ホームって知ってる？噂を聞いたことはあります。アレクサ、面白い話聞かせて。どうしてみんな僕をオタク扱いするのかな？まあ、3人の娘にシリ、アレクサ、オルタナっていう名前をつける父親はあんまりいないからね。ねえ、グーグル、面白い話聞かせて。こちらはどうでしょう。最初の人工的なクリスマスツリーはドイツで作られました。これはガチョウの羽を染めたもので作られました。ねえアレクサ、グーグル、ねえグーグル、怖い話をさせて。怖い話は苦手なんです。少し考えただけでもフリーズしてしまいます。アレクサ、怖い話を聞かせて。今は分かりませんが、もっと勉強しておきます。口言葉を言って。ねえグーグル、早口言葉を言って。早口言葉ですね、分かりました。美術室、技術室、美術室、技術室、美術室、技術室、美術室、技術室。ねえアレクサ、早口言葉を言って。ねえアレクサ、早口言葉を言って。ねえアレクサ、早口、ねえアレクサ、早口言葉を言って。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪。え？もっと早く？赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪。ねえグーグル、トモヤの宿題をやって。まず私が鉛筆の使い方を覚えないとダメですね。鉛筆が使えるようになったら話し合いましょう。アレクサ、
トモヤの勉強やって。ごめんなさい、今はわかりません。アレクサ、アレクサ、うちに来てよかった？すみません、私にはわかりません。